シーザー・ダビド・イズトゥリスは、ベネズエララ州、バルキシメト出身のプロ野球選手。宇藤亮だ。現在は、フリーエージェント。イボテのマイサーもプロ野球選手。1996年7月3日に、トロントブルージェイズと契約。2001年6月23日にメジャーデビューを果たし、同年46試合に出場。シーズン終了後の12月13日に、ポール・クアントリルと共にトレードで、ロサンゼルス・ドジャースへ移籍。2002年に135試合に出場し、メジャーに定着。2004年には打率 288.62 打点、25盗塁を記録。シーズン終了後には、ゴールドグラブ賞を受賞し、年俸調停を避け球団は3年総額990万ドルで、契約延長。2005年は6月1日の時点で打率345を記録するなど好調でオールスターに選出された。しかし後半戦は打率216と不調に陥った。8月22日の試合を最後にシーズンを終え、9月にトミー・ジョン手術を受けた。復帰は2006年シーズン後半戦と見られるため、球団はラファエル・ファーカルを獲得。2006年6月20日に復帰を果たしたが、7月31日にグレッグ・マダックスとのトレードでシカゴカブスへ移籍。2007年7月19日にピッツバーグパイレーツへ移籍。シーズン終了後に翌年の契約オプションを破棄され、FA となったが、11月30日に1年総額285万ドルでセントルイス・カージナルスへ移籍。2008年は9番打者として出場し、135試合で打率 263.24 打点、24盗塁を記録し、復活を印象づけた。ミゲル・テハダの放出後、遊撃手を固定できずにいたボルチモア・オリオールズへ12月16日に2年、総額500万ドルで移籍。2009年開幕前の3月に、第2回 WBC のベネズエラ代表に、選出された。2012年はミルウォーキーブルワーズとマイナー契約し、開幕からロースター入り。8月6日にウェーバーでワシントンナショナルズに移籍したが、11日後の8月17日にDFAとなり、8月20日にFAとなった。オフの11月21日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだと報じられたが、後に誤報と判明。2013年1月9日にシンシナティレッズと契約。10月31日に FA となった。2014年1月14日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだが、3月24日に放出された。このシーズンは所属球団がなく、オフは母国ベネズエラのウィンターリーグでプレー。2015年も所属球団なく、ベネズエラのウィンターリーグでプレー。ありがとうございます。